どうもバンです、今日もね4号機を原っぱに持ってきました。ね、4号機前回ね、主翼の、高さをね上げるというようなね、改造をしたという。はい、どうもです。ね、組み付けた感じはこんな感じになりましたね。ちょっと主翼の横幅が長すぎたかな。これあのダイソーデコパネの横幅、オリジナルじゃないや、買ってきた時の横幅の最大長なんですよね。まあなんでこうしたかと言ったらですね、後でまあ長すぎたらカットすりゃいいだろうというような発想なんですけれども、にしてもちょっと長すぎたかな。まあまあでもグライダーでもねこういう機体はあるんで、まあいけるでしょう。それではテイクオフです。バッテリーはサンセル 300mAh、ね、残量それからタイマーとかは今回は設定しません。バッテリーの残量はね、まあ、気にしなくていいということですけども 90% 以上あります。90何パーセントでしたね、ちょっとうろ覚えですけども、電結するということはないですね。まあ、とりあえずこの原っぱでまっすぐ飛ぶかどうかのテストです。それではテイクオフです。はい、どうもです。とりあえず飛ぶんは飛ぶんですけども、操縦性がねまるで違いますね。まずね機速がかなり遅くなりました。で、ね、もうふわふわもうまるで風船のように浮かぶようなそんな感じになりましたね。すごい揚力を感じます。もう一回ちょっと試しにやってみます。ね、なぜか右旋回するんでちょっとトリム調整していきます。ほんのちょっとです。はい、トリム調整しようと思ったんですけど、その前にね主翼の取り付けの、ね、水平性ですね、これがちょっと出てませんでした。まずはこれをね応急処置的に、詰め物をこの辺りにして、でそれで改善するかどうか、右旋回が改善するかどうか確認していきます。はい、どうもです。ね、ちょっとだけここにデコパネの詰め物をして、水平ですね、主翼の取り付けの水平性を改善しました。これでね、まっすぐ飛ぶかどうかの確認、再確認をします。あんまり改善しないですね。やっぱりトリム調整します。はい、どうもです。ラダーのサブトリムを5いじりました。左旋回に修正します。してます。それではもう一度テストです。しまった。松の木ですね。松の木クラッシュです。ジャイロモードをオンにするのを忘れてました。はい、どうもです。ね、松の木から取ってきました。思ったのはですね、飛びすぎるんですよ。なので、次の一手としては、3セルのバッテリーを使うんじゃなくて2セルのバッテリーを使った方がいいんじゃないかなというふうに思ったわけですね。でちょっと今日は2セルのバッテリーを持ってきてないんですよね。でまあそれの実験は次回するとして、まあ、今日のところは暫定的にスロットルをですね、7、8割ぐらいに抑えて、まあ、ちょっと飛行してみようかなと。今はちょっと、ジャイロオンにするのしくじりましたけどね。で、まあ、オフにして飛行してみた感じも浮きすぎるんですよね。なので、この主翼をねちょっと後ろにしてもいいんじゃないかなと。あと5ミリね、ちょっとその調整を今してみます。一旦カット。はい、どうもです。主翼をね5ミリほど後ろに後退させました。これでね、もう一度まともに飛ぶかどうかのテストをします。これでまだ右旋回しますね。エルロム含めてサブトリムの調整を5ずつしていきたいと思います。はい、どうもです。エルロンでねサブトリムを10いじりました。左旋回にしてます。あとそれから機体がねバンクし始めた時にゴロンってなりがちなんですよね。ということは主翼の長さが
翼鳥ですね、これをちょっとやっぱ大きくしすぎたのかもしれないですね。もうちょっとね、主翼をカットしてこようかなというふうに思いますね。まあでもとりあえず今日のところはこれで、フライトさせてみようと思います。まあでもカットはね、まあ、最終手段ですね。とりあえず、テストを繰り返します。はい、どうもです。ちょっとフロントのギアが破損したんで、本日 G エンドですね。であとプロペラもね、破損しまくりで、ちょっとは修正したりとかしてるんですけど、もうこのプロペラは限界ですね。で今あのプロペラの、フレキシブルマウントっていうんですかね、ゴムでマウントするやつ、あれをアリエクスプレスで注文中で、合計で143円やったかな、アマゾンで買うよりも、10分の1以下の値段でね、買えますんで、今ちょっとその到着を待ってるところですね。で、思ったのはですね、主にラダーで、トリム調節すべきだったんですけれども、もうこれ以上トリム調整するとちょっと明らかにラダーがね、傾きすぎなんじゃないかなというようなところまで来ました。なのでちょっとあの卓上でもうちょっとね、なんか他に原因がないかどうかをね、確認する必要もありますね。はい、というわけで、それから主翼のこの水平ですね、これをかましたりかまさなかったりしていろいろ試したんですけども、この主翼の水平の傾きは、ラダーのトリムとは関係がなかったですね。案外関係ないですね。そういえばあのご近所さんもそんな風に言ってはりましたし、水平の取り付け位置はそんなにね、シビアにこだわることないかなというふうに思いますけど、見た目がね、主翼が傾いたらそれはダメだろうというふうなところもありますし、その辺は次回修正してこようというふうに思います。何が原因だろうな。サイドスラストもちゃんとつけてるし、サイドスラストが、ちょっとつけてるのが効きすぎてるんかもしれないですね。主翼が変わったことによって。そんなことあるかなというふうに思いましたね。はい、というわけで、いろいろね、考えるところがありますけども、本日は空撮なしです。ちょっと朝露とかもいっぱいついてるんで、これを拭き取って本日、G エンドとなります。以上です。ではでは。